はい、ではでは後半戦スタートする前に、はい、あれですね、ここでもう一回、はい、皆さんのお便りの方をね、はいはい、受付の方のお便りの方の、アドレスをもう一回紹介していきましょう。はい、はい、ではブルちゃんお願いします。アドレスはドルナマラジオ@yahoo.co.jp、 ドルナマラジオ @yahoo.co.jp、はい、ドルナマラジオのスペルは、うん、DORUNAMARADIO、 ドルナマラジオのスペルは、DORUNAMARADIO です。はいはい、ということで、はい、まあ、あの僕ら、はい、やっぱりラジオやるんで、はい、あのもう見せちゃいますね。こうやって、うん、あの台本を作ってるんですけども、そうです、ね、はいはい、台本にないことをやっていいですか。はい、ラジオの、うん、あれなんですけど、うん、あのお便りが来てます。お、はい、あのちょこちょこ本当にお便りをいただいております、さっきから。はい、こちらですね、あのラジオネーム今旦那さんから、はい、今週誕生日です、何か一言お願いします。ちなみに2月3日土曜日です。お祝い、え、会してくれます、あ、お祝い会してくれてもいいんだからね。はい、というお便りが来ております。あれ、これ旦那はあれですか、うん、誕生日なんですね。うん、今週ね。いや、これはね、本当にね、うん、まあ今こうやってニコニコ見てる方も多分知ってる人はいるとは思いますが、うん、僕ら、うん、去年ですね、去年の11月、うん、10月、うん、に24時間テレビをしました。うん、その時に一緒にやってくれたのが今旦那さん、うん、そうですね、はい、うん、なのでこうやって、まあ、あの今こうやってあのニコニコの方を見ていただければ、うん、僕らの、まあ、助っ人みたいな形で今コメントも書いてくれてますけども、うん、はい、この今旦那さんが来月の3日土曜日、誕生日だということで、一言ちょっと、じゃあなんかお互い、はい、ちょっとお祝いの言葉を一つずつちょっと寄せていきましょうか。一人ずつですか、うん、じゃあ、そうですね、今旦那とは僕にすごい長い付き合いになりますけれども、はい、実はね、同い年なんで、はい、まあ、奮従奮際ね、そうですね、はい、あと1週間、ちょっと早いですけど、おめでとうございます。はい、これからもね、お互い同い年ということで、いい年の年取り方をしていきましょう。はい、はい、噛みましたけど、いい年の取り方をね、2人でしていきましょう。はい、はい、ということで、あのじゃあ僕から、はいはい、あの端的に、はいはい、あの短く、はい、やっぱりこれはね、お便りをいただいた方がお、はい、ね、誕生日がいらっしゃるということで、おめでとう、はい、これからもよろしくね、よろしくね、はい、これがもう僕の今の多分最善の言葉だと思います。はい、はい、ということで、はい、ラジオの方のお便り受け付けております。はい、はい、ちょこちょこ僕今二人でこう見てで、あの紹介しておりますので、はい、はい、あのどしどし、はい、メールの方いただければなと思っておるわけでございますけども、うーん、次のコーナー行きましょうか。はい、次のコーナー行きますか。はい、はい、次のコーナー、はい、あ、マイクが取れない、そこでイエーはい、はい、ということで、はい、このコーナー、はい、まあすごい題名的に短いですけども、うん、どういうコーナーなのか、はい、紹介よろしくお願いします。はい、この子は、あー、え、この子ど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 の子かなそこでっていう名前のこの子かなはい、はい、このコーナーは思わずそこでと驚いちゃうようなことを募集するコーナーです。おい、はい、ということで、あのまあこれね、僕は思うんですけど、はい、そこでってまあなんかそんなところでっていう場所もあれば、うん、このタイミングでみたいな、ここでみたいなのがあるね、こう2種類あるね、うんうん、まあ、そういう感じでもいいかなって、うんうん、全然ありだと思います、はい、そこでそんなことするみたいなとか、ね、そんなこと言うとか、そうなんですよ、あの思った以上に多分あると思うんですよ、転がってると思うんですよ、なんかありますね、ちょっとあの突っ込みたくなっちゃうような、はい、うん、出来事を送っていただければなと思うんですけども、まあ、死後ですけど KY ってね、あの空気読まない人とかいるじゃないですか、はい、なんかこう
そこで突然そんなこと始めちゃうとかこのタイミングじゃないよねみたいなことをね、いろいろ目撃してるとは思うんで、ね、皆さん、ね、いっぱいあると思いますよ。いっぱいあると思いますよね。はい、ね、僕が、はい、ちょっと紹介したかったそこでっていう内容なんですけど、はい、お蕎麦屋さんに食べに行ったんですけど、はい、びっくりしたんですけど、 お蕎麦屋さんなのに、はい、何食べるって聞いたらうどんって言われたんです蕎麦屋っつっていや、たまに確かにうどん蕎麦みたいなとこもありますけど、いや、まあまあ、ありますけど、多分そういうのと勘違いしたんでしょうね蕎麦しかメニューにないのにメニューを見て何食べるのって聞いたら、うん、うどんないってなる、ね、そこでみたいな確かにね、そうすいませんね、まあ、こういう感じの、お便りをいただければなと思っておりますけどもそうありますよね。そうそうそう、いや、まあそういうねタイミングとかもあるしね、そうそうそう、なんかのシチュエーションもあるんで、はい、いろんなパターンがあるとは思いますんで、そうですね、はい、たまたま何かあります、そこでっていうなんか感じはなんか、そこであのびっくりみたいな、やっぱりなんかこう接客やってると、なんかこういろいろこうね、あの、まあ、こう会話のね何人かでしてる中で、なんかあのそこでその人振るみたいな振りとこ間違ってるよねみたいな人はいますよね。なんかいや ねみたいなねみたいな、まあ、それが面白かったりするから、まあ、飲みの席でね、まあまあまあ、あのポケーっとこうやって座ってんのに、わーって話は微妙に聞いてる中で。ねって振られる瞬間って、あーってなりますよね、あれ。そうそうそう。え、なんかまあ、今朝のパターンで言うと、はい、なんかわかりやすく言うと、はい、まあ、お蕎麦屋さんね、まさにお蕎麦屋さん、うん、行きましたね、今朝行きましたね。そうそう。で、一人だけなんか本当に初対面の方がいらっしゃって、すごいいいしね、紳士的ないい人だったんですけど、なんかみんな意外とね、人見知りなんですよねだから喋んないから俺もわーって多分みんなね4人は、まあ、その時5人だったんですけど、うんうん、4人で行ったら多分みんな、まあ、普通に喋ってたと思うんだけど、うんうん、なんかそのたった1人知らない人がいるだけでみんな喋んなくなるじゃないですかいや、まあ、最初の取っかかりって大事じゃないですか、うんうん、まあまあってなっててね、あるT2 がね、T2が全く喋んないからたまに振ったりもするんだけどこうコールアンドレスポンスが一回終わっちゃうっていうそういう時は俺振りますけどね、だから喋ってない人に対して逆に振るみたいな、今日食べててね、ちょこちょこ目が合う、しかも横に座ってんのに横に座っててうんって横向いた時に、T2 とめっちゃ目が合うんですよT2 は目で肩が変えてくるね、でも、うん、まあまあ、MNA はね、MNA はまあ勝手に喋るなと思ってたんですまあ、ほっといたけど、まあ、ここでも喋ってましたからね、うん、でもなんか、なんちゅうのかな、なんか、あ、そうそう、あのね、ラーメンの話してたでしょ、はいはいはい、だからまあ、せっかくね、東京から来てくれた人だったから、うんうん、で、なんか何日間かね、お仕事でこっちにいるっていう、2月の、まあね、途中ぐらいまで多分いるみたいな話をしてたんで、みんなじゃあラーメン屋こういうとこいいっすよみたいな話をしてた時に、うんうんうん、なんか札幌味噌だよねっていう、味噌ラーメンだよねっていう、推しだよねっていう話をして、まあ、さすがに味噌推しなんですよねって話してる時に、それ MNA がですよ、言うにことを書いて、私味噌好きじゃないからみたいな、そこでっていう、まさにそこで、まさにですね、まさにそこでですよ、いや、ね、衝撃的だった。いや、お前さ、みたいな、ちょっと目つこうかなこれちょっともうちょきでこうガってしかも せっかくその東京から来てくれたお客さんが味噌ラーメンだよねってネタを振ってんのに味噌嫌いだからって言っちゃうところ否定したみたいな真っ向から否定したと思ってせっかくこうもう多分きっと初対面だから投げるその言葉を投げるのもちょっと考えたんでしょ、うん、そう、しかもだからそれに対して俺もねフォローするつもりでね、うん、じゃあ何ラーメンなの好きなのみたいな話して、うんうん、でじゃあどこが美味しいと思うって言ったら、うん、ないじゃあ言うなよじゃあ言うなよ最初からみたいな話じゃないですか、そんなんなんで言ったみたいななんで言ったんだそれみたいな、ね、いやまあまあ飲んでましたしね、飲んでたし、まあ、酔ってたと思うところはあるけど、うんもうせっかくね、おっとりして、もう本当ですね、性格のいいね、まあ、いや、本当に、僕もちょっと上ぐらいだと思うんですよね、ああ、いや、まあ、落とし的には、はい、今日の朝の5人のメンバーに関しては、そこまでなんか、ツッコミどころのないようなメンバーなんだろうなって、
選んだメンバーはすごいいいメンバーなんですけど、ちょこっと横やりがふーって飛んできた感じ、ハラハラしてたからそうで、なんかあのね、その方がまあバーって先に帰って、うん、で俺らもその後すぐ出て、うん、たまたまね、なんか道で会ったんですよね、うんうん、そう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 、で、どうするんですかって言って、ホテルなんかウィークリーマンションみたいなとこ、うんうん、会社で借りてくれてて、うん、帰りますって言って、うんうん、どこ行くんですかって言って、あ、ご飯食べて帰りますよって言ったら、うん、行ってもいいですかって言って、うんうん、あ、いいですよって言った後にみんな気づいてないと思うんだけど、胸がお前今抱きついてたやんけみたいななんとかさみたいな女って怖いなと思う瞬間ですよね。怖い怖い怖い、うん、まさにそこでの話です、ね、まあ、本当にそこでの話でした、うん、本当にもうね、まあ、北海道編で言うとなまらわやなで、はい、本当にびっくりするぐらいね、あの、そばを食ってて、うん、あんなにちょっとハラハラしたのを久々かもしれない本当にこいつはって思ってそう、だから食べるで食べようと思ってもういいやと思ってバーって食べてんだけど、うんうん、あのメンバーで一番早いだろうと思われてた、うん、俺が一番最後に食べ終わるっていう、うん、ああまあね、うん、胃がねびっくりするぐらい受け付けなかった。そう、一番遅かったもんね。そうですね、なんなら最後のね、ま、あの舞茸の天ぷらがね入んないの本当にいや、もう胃がやられてるから。いや、もう見て、酒で。そう、お酒でやられてるのと、ちょっとハラハラしてたから、うん、ちょっとそっちで加勢しようっていうのと。それ、あの、その言葉を言った後に、あの、味噌ラーメンがなんちゃらって話をした時に、醤油だからみたいな。うん、いや、だったら朝日川行こう、朝日川行こうって、ちょっと横やりをこう入れてたんですけど、あ、効かねえなと思って、そばに集中しましたよ、俺。これはどうにもならねえと思って。ね、もうなんかね、本当にまあいろいろあったんですけど、あの時はね、うん、まあまあでも楽しい、はい、楽しい一日の終わりでしたよ。そんな M2 を嫌いじゃないけどね。いや嫌いじゃないんだけど、嫌いじゃないですよ、全然嫌いじゃないんだけど、みんな好きなタイプだと思いますよ。はじ、うん、めましての時はやっぱ突っ込めないから、さすがにちょっとなんかあれだった、普通に失礼な人だっていう終わっちゃう話なんでそこはね、まあ、そう思われないようにね、どうしようかなっていうまあそこでやっぱりみんなが使う言葉がそこでみたいな、そうね、うん、っていう感じで、そうでしたね、はい、ということで、そこでな、うん、コーナーの紹介でした。はい、はい、はい、ということでいいですか。はいはい、でここに来てですね、次で最後のコーナーになります。楽しみに。喉が、時間的にまあまあ1分早い。